GAGE OF INLITUNMENT o r h e s t r a は、イギリスの古楽器オーケストラ。啓蒙時代の還元楽団のいい。日本語での故障は、本項目の見出しのように、INLITUNMENT の表記が定着している。1986年に設立。演奏家同士の集合から発足したため、主席指揮者を置いていない。当初は、シギスバル特異権や、 フランスブリュフヘンのような国外の古学の専門家を指揮者に招いたが、次第にチャールズ・マッケラスやサイモン・ナトルのようなモダン楽器オーケストラの指揮者や演奏家と共演を楽しむケースが急増し、それがこのオーケストラの得意な個性となっている。ロンドンのロイヤルフェスティバルホールやグラインドボーン音楽祭歌劇場とも関係を深めてきた。当初はパーセルやハイドン、 シューベルトなどをレパートリーとする典型的な小楽器オーケストラの一つに過ぎなかったが、ロンドンクラシカルプレイヤーズを吸収してから、ショパンやワーグナー、ベルディなども録音するようになった。ルネフ・レミング、イアン・ボストリッチ、マイケル・チャンス、アンドレアス・ショルなどの歌手や、イヴァン・フィッシャーなどの演奏家とも共演している。ありがとうございます。